マイクロソフトは多国籍のコンピュータ技術会社である。マイクロソフトの事業の源流は1975年にベーシックインタプリタの開発を始めたことにある。現在の最主力商品はマイクロソフトウィンドウズオペレーティングシステム及び生産性向上ソフトウェアのマイクロソフトオフィスシリーズである。現在ではマイクロソフトは 年商442億8000万ベイドル、102の国において従業員7万6000人を抱え、全体的に成功しており、コンピュータデバイスのための各種ソフトウェア製品を、広範囲に開発、製造、ライセンス販売を行っている。ポピュラーエレクトロニクス1975年1月号に掲載されたアルタイル8800の紹介記事を、 読んだビル・ゲイツとポール・アレンは、その新しいマイクロコンピュータの製造者である3つに電話をし、アルタイル向けベーシック言語インタプリタの実装のデモンストレーションをしたいと提案した。ゲイツの手元には、インタプリタもアルタイルシステムもなかったが、ゲイツは、ハーバード大学のコンピュータセンターに設置されていた PDP-10 を用いたエミュレーションにより、 ポールアレンと共にインタプリタを開発した。実際には、アレンが、アルタイルに搭載されている CPU であるインテル8080 80のマニュアル等をもとにアルタイル8800のエミュレータを開発し、主としてゲイツがその上で動くベーシックインタプリタを書く、形で開発が進められた。ベーシックインタプリタの開発には8週間を要した。 アレンは開発したベーシックインタプリタをニューメキシコ州のアルバカーキにある3つに持ち込みデモンストレーションを行った。このデモについては一度で完璧に動いた。初回のデモではインタプリタは一瞬動作した後に停止してしまったなど文献によって異なる見解が見られるが、いずれにせよ数日のうちにバグはほぼ解消されインタプリタは概ね動作するようになった。 これを受けて、ミッツはアルタイルベーシックとして配布することを決定した。1975年4月、アレンは当時勤めていたハネウェルを退社し、ミッツの社員となった。これに対し、ゲイツはハーバード大学の学生のままであった。大学が夏休みになると、ゲイツもアルバカーキにやってきて、ベーシックの改良を手伝ったが、9月にはハーバード大学に帰っていった。 翌1976年も春学期、秋学期ともにゲイツはハーバード大学におり学級期間中にアルバカーキに行っていた。アレンが3つの社員となった1975年4月をもってマイクロソフト社が創業されたとされることがあるが実際には1975年4月の段階では マイクロソフトという名前すら存在せず、そのような法人も存在していない。実際、1975年7月に、ミッツとの間で、ベーシックインタプリタに関する契約書が交わされた時には、契約の当事者は、法人としてのミッツと個人であるアレン及びゲイツであり、契約書にマイクロソフトという名称は出てこない。マイクロソフトという名称は、アレンが、 1975年7月に考え出した。文書に残る記録としては、1975年10月に、ミッツ社長のエド・ロバーツが、アルテアの広報誌、コンピュータノートのために書いた、記事内にマイクロソフトの名称が確認されるのが、書出である。この時点では、ミクロソフトとハイフンを含む名前であった。この頃のマイクロソフトは、 ゲイツとアレンが指摘につけたチーム名に過ぎない。マイクロソフトをパートナーシップによる経営として、ゲイツとアレンが正式に契約書を交わしたのは、1977年の2月である。この時点でも、マイクロソフトはあくまでも、ゲイツとアレンによるパートナーシップによる経営体であり、法人ではないため、正式には、マイクロソフト社ではない。なお、 この頃ゲイツはハーバード大学を休学してソフトウェア事業に専念することを決意するがその代償としてパートナーシップ経営体に対する自身の取り分を64%とすることをアレンに了承させているもともとそれ以前の非公式な段階ではゲイツは3つの社員ではなく給料をもらわないことやベーシック自体の開発は 主としてゲイツが行いアレンは、エミュレータ開発が主であったことなどを主張して、ベーシックに対するライセンス量の分配をゲイツが60%と、することをアレンに了承させた経緯があったが、1977年2月に、再度改定したものである。米国の法律では、パートナーシップの形成にあたって、陶器等は、必要ないため、 パートナーシップとしてのマイクロソフトの設立が正確にいつであるかを特定するのは難しいが、契約書の形で確認できるのは1977年2月である。それ以前には非公式な公約束に基づく曖昧な状態であったとされる。マイクロソフトは3つ以外の会社からも依頼を受け、様々なマイコン向けにベーシックインタプリタを開発、供給するようになったため、 マイクロソフトのベーシックを独占したいと考えていたミッツとは次第に疎遠になり結局裁判により1977年9月にミッツとマイクロソフトの契約は無効と認定され打ち切られたマイクロソフトの最初の国際オフィスは1978年11月1日に日本にアスキーマイクロソフトの名称で設立された これに先立つ1978年6月にアスキーの創業者である西和彦がアルバカーキのゲイツの元を訪れており西と意気統合したゲイツは西をマイクロソフト本社の副社長として迎えた西は結局1986年までマイクロソフトの副社長を務め日本における マイクロソフトベーシックの普及を担っただけでなく、MSX などの企画を主導していくことになる。1979年1月1日、マイクロソフトはアルバカーキからワシントン州のベルビューに移転した。1980年6月11日、スティーブ・バルマーが入社し、後にゲーツの後を継いで CEO となった。 マイクロソフトは1981年6月25日に再編成し、ワシントン州の法人企業となった。再編成の一環として、ゲイツは社長兼会長となり、アレンは副社長となった。1980年、マイクロソフトが公にリリースした最初のオペレーティングシステムは、ユニックスから派生したものだった。 マイクロソフトはそれをハイフライセンスに基づき AT&T から取得しゼネックスと名付けた。さらに複数のプラットフォームに移植するためサンタクルーズオペレーションズ社を雇った。このオペレーティングシステムはマイクロソフトの最初のワードプロセッサーであるマイクロソフトワードの動作環境となった。ワードは当初マルチツールワードという名称であり、 ウィジーウィッグのコンセプトが注目を浴びた。ワードは、太字テキストを表示したりといった機能を持つ最初のアプリケーションでもあった。ワードは1983年の春に発売され、無料の評価版が PC ワールドし1983年11月号に付属された。これは雑誌に付属して配布された最初のプログラムであった。しかし、ゼネックスは、 多くのソフトウェア OEM に再販売のライセンスが与えられていたにもかかわらず、エンドユーザーに直接販売されることはなかった。1980年代中盤には、マイクロソフトはユニックスビジネスから完全に撤退した。DOS は、マイクロソフトを真の成功へと導いたオペレーティングシステムであった。1980年頃、 IBM は独自のパソコンを開発する計画を持っていた。当時の8ビットパソコンにおいて大きなシェアを有するオペレーティングシステムはデジタルリサーチの CPM であった。IBM は予定している16ビットパソコン用のオペレーティングシステムを外注することに決めデジタルリサーチと接触したが交渉はうまくいかなかった。その結果、マイクロソフトが IBM のパソコン用オペレーティングシステムを開発する契約を IBM と結ぶことになった。オペレーティングシステム開発の経験が乏しく、IBM が要求する納期を最小限度の人的資源で賄う必要があった。マイクロソフトは当時 86DOS と呼ばれていた16ビットオペレーティングシステムのライセンスをシアトルコンピュータプロダクツ社から購入し、 これを改良することで対応した。また8 6ドスの開発者であるティム・パターソンも後にマイクロソフトに移籍した。こうして作られたマイクロソフト製オペレーティングシステムは IBM によって PCDOS と改名され、1981年8月に発売された IBM PC に搭載された。 デジタルリサーチは後に16ビット版のオペレーティングシステムである CP-M-86 を開発し、IBM との交渉の結果、IBM がこれを自社製パソコンに対するオプションとして提供することになった。しかし、PC DOS が40ドルで提供されたのに対し、CP-M-86 は240ドルであったため、c p M-86 を利用する人は、ほとんどおらず、PC DOS が標準となっていった。後に、コロンビアデータプロダクツ社が、IBM BIOS のクローンで成功を収め、イーグルコンピューター社とコンパックがそれに続くと、市場は、IBM PC のクローンで溢れるようになった。IBM との契約により、マイクロソフトは、MS DOS を自由に他社に販売する権利を与えられていた。 IBM PC のクローンの製造者への積極的なマーケティングにより、マイクロソフトは弱小企業から家庭コンピュータ産業における主要なソフトウェアベンダーへと成長した。1983年5月2日のマイクロソフトマウスの発売を皮切りに、マイクロソフトは他の市場へも製品ラインを拡大していった。1983年前後には、 多数の会社との提携により、マイクロソフトは、家庭用コンピュータシステム MSX を開発した。これは、MSXDOS と名付けられた、独自の DOS オペレーティングシステムを搭載していた。これは、日本、ヨーロッパ、南アメリカで、比較的好評を得た。マイクロソフトキャンパスの正面に置かれた看板。レドモンドキャンパスは、 およそ75万平方メートル以上を占め、2万8千人の従業員を抱えている。1985年、マイクロソフトの最初の国際生産施設がアイルランドに設立された。同年11月20日、マイクロソフトはマイクロソフト Windows の最初のバージョンを発売した。当初、これは MS DOS オペレーティングシステムのグラフィックを拡張したものであった。 8月、マイクロソフトと IBM は OS2 と呼ばれる新しいオペレーティングシステムの開発で提携を結んだ。OS2 は IBM の独占する IBM PS2 と呼ばれる新しいハードウェアと共に発売された。1986年2月16日、マイクロソフトはワシントン州レドモンドに移転した。およそ1ヶ月後の3月13日、 マイクロソフトは株式を公開し、一株あたり21ベ米ドルで6100万ベイドルの資金を集めた。その日の終わりには、株は28ベ米ドルにまで上昇していた。1987年、マイクロソフトは OS2 の最初のバージョンを OEM にリリースした。一方、マイクロソフトは優れたオフィス製品を発表し始めた。マイクロソフトワークスには、 ワードプロセッサ、表計算、データベースなどのオフィスアプリケーションに見られる機能が統合された。ワークスはマッキントッシュ向けのアプリケーションとして1986年の末に発売された。ワークスは後にマイクロソフトワードやマイクロソフトブックシェルフなどの他製品と共に発売されることになった。後に1989年8月8日、 マイクロソフトは最も大きな成功を収めたオフィス製品であるマイクロソフトオフィスを発表した。ワークスと異なり、オフィスはマイクロソフトワードやマイクロソフトエクセルなどの個別のアプリケーションの集合であった。ワードやオフィスはほとんどマイクロソフト内部で開発されていたが、他社製品に自社のブランドをつけて販売するという戦略も行われた。例えば、 1988年1月13日に発売された企業向け関係データベース管理システムであるマイクロソフト SQL サーバーはサイベースからライセンスされた技術に基礎を置いていた。1990年5月22日、マイクロソフトは Windows 3.0を発売した。これは合理化されたユーザーインターフェース8386 プロセッサ向けの改良されたプロテクトモードなどの新機能を誇り2週間の間に10万本を売り上げた1991年5月16日に社員向けに書かれた内部メモの中でビルゲイツは OS2 との提携は終わったこれからは Windows および Windows NT カーネルに力を注ぐと発表した一部の人々特に Windows を軽視して OS2 に対して資源を割いていた人々はこれに驚き騙されたとしてマイクロソフトを告訴したこの OS2 からの転換はこの業界においてしばしばザヘッドフェイクと呼ばれることがある翌年には OS2 の人気は落ち込み Windows は急速に人気プラットフォームへと成長した1991年という年はまた 計算機科学の研究組織であるマイクロソフトリサーチが設立され、法人、個人の両方に人気を得た開発製品マイクロソフトビジュアルベーシックが発表された年でもあった。ウンターシュライスハイムのコンラートツーゼ通りにあるドイツキャンパス正面の看板。マイクロソフトは多くの国々に本部を設置し、国際的な企業となった。 MS-DOS から Windows への移行期の間、Microsoft は Microsoft Office の成功によって、ワードパーフェクトやロータス1から2から3などといった、競合するアプリケーション製品に対して優位な立場を築くことに、成功した。一時ワードパーフェクトの所有者だったノベルは、Microsoft は競合製品を出し抜くために、DOS や、 windows カーネルの内部の情報や公開されていない API を利用していると申し立てた。結局オフィスはビジネススイート市場を支配し、競合製品に比較してはるかに高いシェアを獲得した。1992年3月、マイクロソフトは Windows 3.1を発売し、初めてテレビにおいて大々的な宣伝を行った。Windows 3.1は、 二ヶ月の間に三百万本を売り上げた。10月には、ピアツーピアによるファイルやプリンタの共有などといった、ネットワーク機能が統合された Windows 4 Workgroups 3.1が発売された。11月には、データベースソフトウェアマイクロソフトアクセスの最初のバージョンを発売した。1993年までに、Windows は GUI オペレーティングシステムとして、 世界トップのシェアを獲得した。フォーチューンマガジン誌は、マイクロソフトを、1993年、アメリカ合衆国における最も革新的な、企業経営に選んだ。この年には、アップルコンピューターによる4年間にわたる著作権、侵害訴訟が、マイクロソフトの勝訴で終結を迎えたが、同時に、欧州連合における競争法違反訴訟が、開始された。また、 Windows シリーズの新バージョンである Windows for Workgroups 3.11とサーバ用オペレーティングシステムである Windows NT 3.1が発売された。Windows NT 3.1ではコンシューマー用のものと同じインターフェースが採用されたがカーネルは全く異なるものだった。ビジネス拡大戦略の一環として3月22日、マイクロソフトはコンピュータ上で 動作する初めての百科事典、マイクロソフトエンカルタを発売した。その直後、Windows 3X 向けのマルチメディアアプリケーションを包括する、マイクロソフトホームブランドが導入された。マイクロソフトは1994年、専門知識を持たない大衆に訴求するための宣伝キャンペーンの一環として、スローガンを、Where do you want to go today? に変更した。 マイクロソフトはこのキャンペーンに1億米ドルを費やした。マイクロソフトは一般消費者に向けた戦略を取り続けた。マイクロソフトは1995年3月、初心者ユーザー向けに設計されたユーザーインターフェースを採用したマイクロソフトボブを発売した。これは不評のため1996年に生産中、よされたが、ビルゲイツは後に、この失敗は、 ハードウェア要求が典型的なユーザーにとっては高すぎたためだったと振り返った。マイクロソフトボブはマイクロソフトの歴史の中でも最も不成功な製品だったと広く認識されている。マイクロソフトはドリームワークス社とともにインタラクティブなマルチメディア製品の生産のためにドリームワークスインタラクティブ社を新しく設立した。8月24日。 マイクロソフトは主力オペレーティングシステムの新しいバージョンである Windows95 を発売した。これは有名なスタートボタンなどの全く新しいユーザーインターフェースが採用された。Windows95 は発売後4日間の間に100万本以上を売り上げた。Windows95 にはウェブブラウザはまだマイクロソフトによっては開発されていなかったため搭載されなかった。 マイクロソフトはインターネットの成功に驚き、後にスパイグラス社に接近してブラウザのライセンスを取得し、それをインターネットエクスプローラーとした。スパイグラスは後にマイクロソフトは販売した部数に応じてライセンス料を支払うべきだとして契約条件に意義を唱えた。しかしマイクロソフトはオペレーティングシステムに 無料で付属させる方法を選択したため、インターネットエクスプローラーは一切販売されなかった。インターネットエクスプローラーは、1995年8月に発売された、Windows 95プラスパックに初めて付属した。9月には、中国政府は Windows を国家指定のオペレーティングシステムに採択し、中国版、 Windows の標準化のための契約をマイクロソフトと交わした。マイクロソフトはまた、コンピュータハードウェア市場に進出するための試みとして、マイクロソフトサイドワインダー3 d プロジョイスティックを発売した。1990年代半ば、マイクロソフトは、製品ラインをワールドワイドウェブやコンピュータネットワークの分野にまで拡大し始めた。 1995年8月24日、AOL への対抗サービスとして、オンラインサービス MSN を立ち上げた。MSN は、マイクロソフトパスポートを、すべてのウェブサイトの共通ログインシステムとして採用し、マイクロソフトのオンラインサービスを包括するようになった。1996年、マイクロソフトは、新しい市場への進出を続け、7月15日には、 NBC 社との共同事業としてニュース専門放送局 MSNBC を開始した。また、マイケル・キンズリーの執筆によるオンラインマガジンスレートを開始し、漫画、ドゥーンズベリーと共に政治的、社会的な論評基準を提供した。一般消費者市場への影響力を高めるため、マイクロソフトは ウェブ TV を買収し、テレビからウェブにアクセスするためのサービスを提供した。マイクロソフトは11月、Windows CE 1.0によって PDA 市場にも参入した。これは、Windows オペレーティングシステムをゼロから書き直したもので、携帯端末や小型コンピュータなど、メモリやパフォーマンスの劣るマシン上で動作するよう、設計された。 1996年 Windows NT 4.0が発売され、Windows NT カーネルと Windows 95のインターフェースとが統合された。マイクロソフトは1990年代初期のインターネットの交流に参加することに害して失敗したが、1990年代半ばになって、この市場に参入するために投資した技術のいくつかが成果を上げ始めた。 その最たるものが、コンポーネントオブジェクトモデル上に構築された API であるアクチベックスだった。この技術により J スクリプトや VIV スクリプトなどといった多くのプログラミング言語から共通のコントロールを埋め込むことができるようになった。アクチベックスにはドキュメントやサーバーソリューションのためのフレームワークも含まれていた。マイクロソフトはまた、 インターネットアプリケーションへのサポートを組み込んだ Microsoft SQL Server 6.5を発売した。1997年には Microsoft Office 97とインターネットエクスプローラー4.0がリリースされ、ネットスケープの支配的だったブラウザ市場を脅かし始めた。また、Apple コンピューターの承認により、インターネットエクスプローラーは Windows だけでなく、 マッキントッシュにも付属するようになった。この年、携帯端末用、Windows の最新版である、Windows CE 2.0が発売され、多数のバグ修正や企業ユーザーにとって、魅力的な新機能が施された。10月、司法当局は、連邦地方裁判所に対し、マイクロソフトが1994年に結ばれた、協定に違反しているとの同議を提出し、 裁判所に対し、インターネットエクスプローラーが、Windows に付属するのをやめさせるよう要求した。1998年という年は、マイクロソフトの歴史にとって、重要な年だった。ビル・ゲイツが、スティーブ・バルマーを社長に任命する一方、彼自身は、会長兼 CEO に止まった。マイクロソフトは、一般消費者向け、Windows の最新バージョンである Windows98 を、 発売した。Windows 98には、インターネットエクスプローラー 4.0SP1 が付属され、FAT32 ファイルシステムのように、Windows 95アスル 2X に含まれていた機能、およびマルチディスプレイなど、Windows 98で初めて追加された機能が含まれた。また、後に、アメリカ合衆国に次いで2番目の規模となる、インド本部を設立した。 さらに、マイクロソフトの一連の内部メモがインターネットに流出すると大規模な論争が巻き起こった。これらの文書は俗にハロウィーン文書と呼ばれ、メディアによって大きく取り上げられた。この文書には以前からオープンソースソフトウェアのアナリストや支持者から指摘されていたようなフリーソフトウェアオープンソースソフトウェアが マイクロソフトに与える脅威について詳細に記述されており、リナックスなどのオープンソースソフトウェアへの合法をもしくは非合法な対処方法についてほのめかされていた。マイクロソフトはこの文書の存在を認めたが、これらは単なる技術研究の一環であると主張した。しかし一方で、これらの研究が実際にマイクロソフトの経営戦略に取り入れられていたとする意見もある。 マイクロソフトは2000年に会社の主力のオペレーティングシステムのすべての3つの系列のために新製品を発表して1ではそれがほとんどの際だった訴訟事件である最後を告げる最初の兆しを見た2000年2月17日マイクロソフトは Windows 2000をビジネス用にリリースした開発段階にはロンホルンの コードネームで呼ばれていた Windows Vista は2007年1月30日一般消費者向けに発売された。マイクロソフトはこれとともにオフィス製品の新しいバージョンである Microsoft Office 2007も発売した。同年11月19日には開発製品である Visual Studio の新しいバージョン Microsoft Visual Studio 2008が発売された。2005年 Google などといった検索サービスへの対抗として、Microsoft は MSN サーチゲン、マイ Microsoft Bing の新しいバージョンを発表した。2006年には検索市場を開拓するための一環として、ペーパークリック広告サービスを提供する Microsoft センターを発表した。直後、Microsoft はオープンソースプロジェクトをホストするための協力型開発サイトである。 コーディプレックスを立ち上げた。世界中の開発者が参加し始めるにつれて活発になっていき、2007年初頭にはラスコープ社などの商業オープンソース企業がマイクロソフトのプラットフォームに対し独占的にエンタープライズオープンソースソフトウェアを提供し始めた。以前は開発の初期段階でロンホルンというコードネームが付けられていた Windows Vista は 2007年1月30日に消費者にリリースされたマイクロソフトは Windows Vista と共に Microsoft Office 2007と呼ばれるオフィススイートの新しいバージョンもリリースした。同社のサーバーオペレーティングシステムと開発スイートの次のバージョンである Windows Server 2008と Visual Studio 2008は2008年2月27日に リリースされました Windows Vista は重く、デスクトップウィジェットとエアロテーマを実行するには、大量の電力が必要であると批判されました。Windows XP の安定性と処理の必要性が低いため、多くの人が Windows XP を何年も使い続けました。2007年12月19日、マイクロソフトはバイオコムとコンテンツ共有と広告を含む5年間、 5億ドルの契約を結びましたこの契約により、マイクロソフトは、バイオコムが所有する、ケーブルテレビや映画スタジオの多くの番組を、XBOX Live と MSN で使用するライセンスを取得することができました。この取引により、バイオコムは、MSN と Windows を介した、カジュアルゲームの開発と配布のための、優先パブリッシャーパートナーになりました。 契約の広告側では、マイクロソフトのアトラス広告配信部門が、バイオコムが所有する、ウェブサイトで以前に販売されなかった、広告在庫の独占的なプロバイダーになりました。マイクロソフトはまた、バイオコムが所有する放送とオンラインネットワーク上の大量の広告を購入し、MTV とベッドのプロモーションとスポンサーシップで協力しました。 少々、三つのバイオコム所有のケーブルネットワーク。2008年、マイクロソフトはヤフーを買収して、Google に対する検索エンジン市場での地位を強化したいと考えました。会社は会社を過小評価していると言って、申し出を拒否した。これに応じて、マイクロソフトはオファーを撤回しました。2009年、コンシューマーエレクトロニクス賞のオープニング賞を初めて、 スティーブ・バルマーが主催しました。過去数年間、それは、ビル・ゲイツによってホストされてきました。ショーの中で、バルマーは1月8日に、パートナーと開発者向けの Windows 7の最初の公開、ベータテストを発表しましたが、その2日後には一般向けにも公開されました。2009年6月26日に、Microsoft は10月22日に発売された。 w i n d o w s 7のための割引価格で予約注文を取り始め、2009年の w i n d o w s 7が上昇を認めるいくつかのエディション、持っているネットブック減少し、処理能力を持つコンピュータを。2010年4月12日、マイクロソフトは2008年に Danger Incorporated を買収した結果、近電話回線を開始した。 2010年5月14日に電話が利用可能になったが、販売不振のために2ヶ月以内に廃止された。2011年5月1 0日、同社はスカイプテクノロジーズを85億米ドルで買収しました。同社は2月21日、従来までは主費義務契約を結ばないと情報提供していなかった Windows Vista や、 Windows Server 2008などの主力製品の API やプロトコルの公開を原則無料とした。ありがとうございます。